早く統一深海とやらに繋がるもんを出せ。分かったわ。エルズファイア。間一髪だったわね。セイヤ。ちょっと何すんのよ。トレーニングの邪魔だ。出て行け。奴は俺が現れたのを見た瞬間、男を殺すはずだ。そっか。でも、だからといって女神の頭を殴らないでくれる。妙な雑菌がついたかもしれん。ついてねえよ。ちゃんと髪洗ってるっての。勇者を恨みなさいね。どうなってるの。一刻前とは別人じゃない。私の能力値を超えている。リリース。そんな、全ての数値が跳ね上がっている。せっかく追いついたと思ったのに。まだ動きについてこられるのね。そうよ、ステータスの高い方が必ずしも勝つとは限らないわ。今から私の特技デモニックカオス度を見せてあげる。何度 D クラス世界の魔王を超えている。一撃だ。一撃でお前の首を胴体から切り離してやる。ごめんなさい、セイヤ。どうしてセイヤのステータスで耐えられるわけない。いや、もしかしてフェイクのスキル。もう一度能力投資を。つーか、誰が変態よ。こうなったら意地でも見てやる。うなれ、メガネックパワー。こはー、目玉飛び出す。でも我慢よりスタルテ。これで本当のステータス。ボホー。なんじゃこりゃ。まさか最初の修行が終わった段階からフェイクのスキルを。あの時すでにケオスマキナを上回るステータスだったのに。魔王軍四天王ケオスマキナ、あなたは強い。強い上に慎重。普通の勇者ならここで退場だったでしょう。でもね、今回は相手が悪かった。くらえ、フェニックスドライブ。ヒイヤー。離れろ、変な病気がうつる。病気を移してやる。いや別に病気じゃないけど。お前は女神だから死なないのだろう。守る必要はない。やだやだ、守って。ふざけるな、気に刻んで。刻んでもいい。どうしよう、刻んで。何やってるの。念のためだ。それってグレーターデーモンの消し炭。まさか。ヘルズファイヤー。やっぱりか。ヘルズファイヤー、とどめだ。え？王妃、マキシマムインフェルノ。何してんだおめえ。消し炭に奥義使う。マキシマムインフェルノ。てめえ、いつまでやってんだ。使えん女だ。何よ、私がジェイミーさんの火傷も治したのよ。あんなもの薬草で十分。つまりお前の存在価値は薬草レベルということだ。誰のアイデンティティが薬草よ。早く門を出せ、この薬草女。あてが今なんつった。おい、よし、